あの店ね、オカマバーだったんだよ。知ってた？殺された店長は雇われでノーマルの人だったから分かんなかったかもしれないけど、店のキャストは全員オカマさんだったんだよ。あの店ね、女装バーだったんだよ。知ってた？店のキャストは全員男だったんだよ。